今日から月曜日か、辛いな。あ、おはよう、おはよう。あれ、なんか入っておる。これはラブレター。しかもあのみんなが憧れるカノンくんからのラブレターよ。やったやった、私の人生もう最高。よし、ふむふむ、あ、そうだ、読まないとね。ふむふむ、あ、屋上で待ってますですって。ふふふふふ。よし、じゃあまあ放課後は行こっかな。レッツゴー。ふう、今日は人生初めての告白だな。緊張する。来てくれるかな、ミカちゃん。ガチャ。誰。あ、カノンくん。あの、カノンくん、出席番号。私はもうずっと前から知ってたの。ちょっと待って、出席番号367番。366番。ごめん、ロッカー間違えた。なんてこったー。パンナコッタ、アグリアングリー。でででででで、よかった。動揺がすごい。皆さんこんばんは。アグボンこと大西アグリです。皆さんこんばんは。どんなこと高岡のんです。始まりました、アグのんルームラボ第20回配信です。この番組は姉妹のように仲良しな私たち2人の部屋からお送りするゆるほわ動画番組です。バイ。なんだなんだ。はい、ということでね、今週の小芝居は DM 兄さんの案を採用させていただきました。ありがとうございます。、ね、状況分かったのかな。ね、ね、ラブレターを枝箱に入れて、うんうん、間違えてドキドキ、ね、しながらね、そうそうそう、待ち合わせ場所に行ったら、うん、カノンくんから本当は隣に入れるつもりだったと言われ、アングリーになるアグポンお願いしますって書いて。はい、なるほど。どうでした。いやー、恥ずかしかったです。素直に。実際あるのかな、そのロッカーとかにさ、ね、手紙入れる文化ある、ね、あるのかな。私見たことないけどね、聞いたこともないし、ちょっと、うん、現代ではないみたいですね。 LINE なのかな、みんな。そうだよね、 LINE で告白みたいな。みんな LINE で告白してるんですね。いや、イメージイメージ、そんな感じな気がする。そっか。手紙、手紙もね、でもね、良さそうだけどね。交換日記とかやらない？交換日記、今やってないね。ねえ、私もでも小学生とかかな、やってた。中学生の頃は交換日記とか。でもわかんない、なんかプロフィール帳とかあったな。あの、私が貯めすぎて一回やったんだけど、うん、私が交換日記を4週間ぐらい貯めてて、うん、で、なんかもうそっから誘われなくなったのかもしれない。なるほどね。そういうことかな。みんなやってるかもしれない。あ、そっかそっか。はい、ということでね、今回もこのそうなんです、ソーシャルディスタンスアクリル板、いいね。聞こえますか。え、聞こえます。なんだこれ。なんだこれ、なんだこれ。あんまりね、素敵な音ではなかったけれども。ね、でもね、まあ、これがあっても、ちゃんと守ってるから。私たちの絆は、これを飛び越えて、繋がってるので、うん。うん、早くぶっ壊したいですね。怖いよ。怖いよ。はい、ということで。あ、そうです。うん、あの、今週末の7月18日には、うんうんうん、いよいよセカンドショットフェスが開催されるということで。やったー。あのね、例年通り、優勝チームには、予算、150万円以内で、ロケ、うん、特番ができる権利。で、MVP には、家電量販店で15万円分のお買い物ができる権利など、豪華商品が用意されているわけだそうです。うん、すごい。すごい。でもさ、150万どれぐらいだろう。150万、1円が150万個。
合ってます？あ、そうなんだ。ちょっとよくわかんなかった。そっか、でもさ、これ MVP もあるんだもんね。入賞だね。と MVP が別々にあるってことは、まあ、両方ね、ゲットすればね、ね、めちゃめちゃね。そうだよ。これはね、頑張って。アルポ頑張って。いや、飲んだもんだよ。頑張ってアルポ。まず、優勝チームだから。いや、もうめっちゃ応援してる。え、チームでしょ、ちょっと。もう割れてるよ。いやー、もでも頑張ろう、頑張ろう。頑張ろう、頑張ろう。150万円もらえたら何したい？何したい？パンケーキ1年分。ロケとか特番ができるんだよ。あ、そうだ、そうだ、そうだ。ごめんなさい。ごめんなさい。パンケーキ1年分。パンケーキ。でもあれだよね。アグポンさ、車買いに行くロケとか。ロケとかね。確かに。私のお母さんにあげる。ね。アーチェリーでも当てたし。ね。親孝行ロケ。すごい良くない？でもそれ。いや、でもそういうのもいいね。私、北海道行きたいです。あ、美味しいよね、北海道。美味しい、北海道。確かに、北海道のものは美味しいです。ご飯が美味しい。いやね、美味しいからね。私も一回だけ行ったことあってね。行きたい。深夜に食べたラーメンがめちゃめちゃ美味しかったんですよ。なんか悪いことしてる感じのことを。わかるわかるわかる。一緒にしたい。深夜歩けないじゃん、まだ。あ、まだダメじゃん。12時とかダメじゃん。そっか、そっか。いやでも、バターサンド食べたい。バターサンド食べたいよ。レーズン入ってるやつだっけ？そうそうそう、めっちゃ美味しいやつ。いや、美味しいものいっぱい食べたいね。でも行く気満々になってるし。いや、ほんとに。いや、私たちが一番行く気満々かもしれない。頑張ろう、頑張ろう。皆さんどうなんですかね。みんなぶっ飛ばすとか言ったらどうしよう。ドキドキしちゃう。ねえ。ですが、今回私たちは初参戦ということで、頑張りますので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。アグのルームラボ。それでは早速最初のコーナー、今週の面白い話、イエーイ。はい。このコーナーは私たち二人のうち一人が面白い話をします。どんな話が飛び出すのか皆さん期待していてくださいね。いやー、セカンドショットフェスもありますしね。MVP をね、きっと撮れるのんのん。なんでなんでなんでデジタルがあるのんのんの話なら。そんな。ないよ、ないよ。今回のんのんお話するんですけれども。大丈夫かね、準備は。準備？うん。じゃあ大丈夫。では、それでは、お願いします。そうですね。この間、まぁ、ちょっとこれ、私のやらかした話でもあるんですけど、スタジオにね、行くんだけど、そのスタジオがビルで、で、入館時間と退館時間をその記入しなきゃいけなくて、で、普通に入館時間記入して入ってって、いろいろ終わって、出るときに、その受付で、あ、じゃあ退館時間記入していただいてって言われて、普通さ、それで、あ、わかりましたって言って、時計とかがあるから、それ見て、書くじゃん、出るときの時間。その時私、なんかね、ちょっとボケてて、体感時間ですかって言って、そう、スタジオにいた自分の体感の、体感を、そう、記入するのかと思って、体感時間ですかって言って、15分ぐらいですかねとか言ったら、すごい、笑ってらっしゃって、受付の方が、いや、今の時間書いていただければ大丈夫ですよって言われて、なるほど、すごい、めちゃめちゃ恥ずかしかったっていうお話です。なるほど、めっちゃ面白い。本当大丈夫。ああ、いや、疲れてるとありそうな事件だね。本当にびっくりした。体感時間って言われて、それ皆さんそれ分かるんだと思って。すごいなと思って。ちょっと今日は疲れたから2時間ぐらい感じたなみたいな。そうそう、いや今日3時間かなみたいな。今日めっちゃ楽しかったから5分みたいな。声優さんって体内時計もちゃんとしてないといけないんだなって思っちゃったね、その時。
いやすごい。いや恥ずかしかったです。いやでもね、そこの現場に居合わせたかったね。本当すごい、あのその受付の方が、あのいろんなあの別の受付の方とかに、うん、いや体感時間って言ったらちょっと分かりづらいですかねとか、すごいその後話してるのが聞こえてきてなんか申し訳ない気持ちになりました。いやMVP 狙えるぞこれは。本当に本当に。いやね、以上です。ここからはこちら、今週のふつおた、イエーイ。はい、ということでここからは普通のお便り、略してふつおたメールを紹介していきますよ。はい、早速紹介していきますね。おい、ということで、アグノンネームいつきさんからです。ありがとうございます。アグポンのんのん、こんばんは。こんばんは。僕はアグノンルームラボをきっかけにのんのんのことを知って、ツイッターも見させていただくようになったのですが、うん、のんのんのゆるいツイートにいつも癒されています。しかし実はのんのんのツイートで一つ気になることがあります、うん、それはのんのんがいつも朝にするツイート、おはのんへーいのへーいの由来がわからないことです。この漢文字を使い始めたきっかけをよろしければ教えていただきたいです。確かに、このゆるい絵文字とともにね、うんうん、なんかへーいの文字もちっちゃいんだよね。そうなんですよ、ちょっとあのカタカナの半角、うん、みたいなへーいで、うん、このへーいってやってる。あ、もうこんな伸ばしてんだ。そうそうそう、これなの、へーい。おー、へーい。ぜひね、皆さんも今画面の前で、あ、元気玉。おい、元気を分けてくれ、分けてくれ。いや、ポンってやる。そう、元気玉。あ、元気玉か。いやね、そう、ぜひね、皆さんもやっていただいてって感じなんですけど、これね、なんと、うん、なんだと思います、平易の由来。あの、さっきチロッと聞いちゃって、大喜利かな、これ。なんだと思います、うん、元気玉か。おー、いいでしょ。じゃあ、正解は、正解はですね、正解はですね、あ、面白いこと言えなかった、 MVP 狙えないよ、こんな。正解は、はい、平和の平、平和の平。なるほど。いいね、あの、これのんのん村の挨拶なんで、皆さん覚えていた方がいいですよ。あ、村ね。そう、村をね。ね、のんのんそのパーカーを持ってるもんね。そう、そう、村長、村長なんでね。あ、村長ね。なのでね、ちょっと出会った時はみんな、うん、へーいって言っていただいて、うんうん、よろしくお願いします。へーい。なんだこれ。では、続いてですね。アグノンネーム、ライセイさんからいただきました。ありがとうございます。アグポンのんのん、こんばんは。こんばんは。この時期になると女性は特にそうだと思いますが、うん、日焼け対策を徹底的に行う季節ですよね。確かに、うんうん、僕もそうなんです。わら、すごい。男子ながら、うんうんうん、紫外線や日焼けに対して敏感で、毎日日焼け止めを塗ったり、ビタミン C のサプリメントを飲んだりしています。うん、すごい。しかし仕事柄外に出ることが多いため、うんうんうん、毎年どうしても少しだけ日焼けしてしまいます。お二人はこの時期の日焼け対策はどうされてますか、とのことです。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。でも、のんのん肌白いからね。そう、うん、いや、でもね、その幼稚園の頃から、うん、結構お母さんが、うん、その日焼けはあの結構後になってから大変になるよって言って、あ、ね、その幼稚園の先生に日焼け止めをね、預けて、うんうん、外出て遊ぶ前とかは必ず塗らせてくださいって言って、幼稚園の先生に毎日塗ってもらってた。すごい、徹底してたんだね。でも、そのみんなさ、あの、うん、遊ぶ時間ですよって言われて、うん、わーみたいな感じでかけていく中、一人、うん、あ、じゃあ、かのんちゃん日焼け止めねって言って呼ばれるのは結構辛かった。あー、同じタイミングで行けないのはね。そう、行きたかったけど、でもね。でも今それがね、守られてるもんね。そう、なんか、よかったな。めっちゃ白い。感謝です、感謝、感謝。なんか私、逆に小さい頃、うんうん、あの、それこそ保育園ぐらいの頃は、うん、あの、めちゃめちゃ真っ黒で、真っ黒黒っけで、そうなの、うん、
で、名前がアグリじゃん。本当に何なんか日本語喋れるのって小学1年生の時に言われたことある。そんなそういうなんか海外の人に見えたのか分かんないんだけど、帰国子女かなってぐらい黒くって、で、そうやって日を浴びすぎたせいで、うんうん、若干なんかアレルギーみたいに高校生の子になっちゃって、で、ずっと日傘生活だった。日傘生活？どんな感じなの？もうね、体育の時とかも、うんうん、ラジオ体操しながらこうやってこうやってこうやってやってるの。持久走もこうやって走ってるから傘こうやって持ってこの、どう風を受けないかみたいな感じで走るのがポイントで、逆に手疲れちゃいそうだけどね。いやだし、ちょっとやっぱタイム遅くなるわ。でもっていうのをね、めちゃめちゃしてた。なんかちょっと大変そうだけど、なんかその絵面がちょっと面白い。そうだね、先生が優しい先生だと、本当に、なんか大変だねって感じで理解してくれるんだけど、ちょっと厳しめの体育の先生とかだと、なんかこらーみたいな感じなの。そんな怒んないで、怠けよってみたいな感じで言われて、でも本当にちょっと出ると、あ、悪かったな、でもちょっとあかんよみたいな感じで。そうなんだ。昨日長袖長ズボンだったりしたけど、最近ちょっと怠けてるなって思う。いやでも全然わからないぐらい、今も今はお肌が綺麗だから。いやいやいや、それはないんだけれども、なんだろう、なんか東京に来てから、その地下鉄とかなんか室内を通って行けるみたいな、新宿とかでも。なるほどね。なんか地下を通ってちょっと上に行けたりするから、なんかあんまりその地元にいた時より日に浴びる時間が減った気がする。なるほどね。ような気がして、だからちょっと治ってるというか、出なくなってきてるなっていう風に思ってる。いやそうだったんだ。そうなのよ。いやでもよかったね。かもなんか綺麗に戻って。うん、そうだね、よかった。今はね、ちょっと焼きやすいけどね、のんのんと違って。あ、いやでも私も焼きやすいよ、赤くなりがちよ。あもう白いから羨ましい。白くいられるのが一番いい。はい、以上、今週のふつおたでした。はい、アグのルームラボ、続いてはこちら、今週の怒っちゃうぞー、イエーイ。はい、このコーナーは皆さんから怒ってほしいことを募集、一人は怒って一人はフォローする素敵なコーナーです。ーでは早速怒っていきたいと思います。はい、アグノンネームルリーロピースさんからいただきました。ありがとうございます。僕は家を出かける前、天気予報で雨が降りそうな予報でも、家を出る時に雨が降っていなかったら傘を持っていきません。途中で雨が降ってきたら困っています。困ってますか？怒ってください。なるほど。はい。では、私が怒っていきたいと思います。うん。何を当たり前のこと言っとるだ言っとるだ。折りたたみ傘を買え。以上だ。雨が降って傘がなくて困ってるときは後ろからそっと差してあげるよ。持ち歩かなくなっちゃうこの人たちみんな。いや全員に刺しに行くから大丈夫大丈夫。ダメだよそんな 甘いことしちゃ。ほんと、アングリー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 だ。何を言っとるだーって。ねえ、どうだったら言っとるだーって。奪いに行こう。言っとるだー。はい、続いてアグノンネームレドさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。先日、会社内で受ける資格試験があったあった日のことです。この日は休日でしたが、会社に向かうのだから、スーツで行かないとダメだろうと思い込んでいました。しっかり着替えてバスに乗った後、同期の子たちの LINE グループから連絡が。内容を見てみると、今日って私服でいいよね？うん、大丈夫！と、上司の方に聞くのを忘れていたのか、はたまた聞いたことを忘れていたのかはわかりませんが、周りからすごい浮いている感じが、試験の緊張と加わり、とにかく腹痛がやばかったです。こんなドジをしてしまった僕をどうか叱ってください。なるほど。なるほど。
じゃあ、おごっていきます。何を言ってるだそれが大切な日の面接だったらどうするんだ終わりです。あ、じゃあ私がフォローしますね。いやー、大丈夫。そんなに見てないと思います。悲しい。それはそれで悲しい。いやー、なんか、結構、なんですかね。私気にしないといけないんだけど、なんか周りから、見られていることを、なんか、まあ、学生時代とかめちゃめちゃ気にしてたの。ああ、わかるわかる。でも、その日に着てった服とか、もう一回着てっても多分、忘れてるじゃん、ね、周りの人って結構、意外と人のこと覚えてないなって思って、だから、案外、ね、大丈夫。みんな気づいてないかもしれない。逆に。それは辛いけど。みんな気づいてないかもしれないね。まあ、だからあんまり気にしなくても大丈夫かなっていう、ポジティブポジティブ。気になりすぎて気になりそう。気にならないでね。はい。以上、今週の怒っちゃうぞでした。アフロンルームラボ。ここからはこちら、仲良しチャレンジセカンドシーズン。イエーイ。はい。このコーナーでは2人で協力してあることにチャレンジします。はい、見事クリアすればアグノンポイントをゲット、アグノンポイントを6貯めると素敵な差し入れが届きます。前回はけん玉止めけん30秒チャレンジで見事成功しました。イエーイ。なので現在ポイントは3ポイント半分なんです。いやもうね、今回も成功すれば4ポイント。すごい、3分の2、はい、ということで今回チャレンジするのはスポーツスタッキングです。おこちらはですね、はい、12個のカップを規定の高さに積み上げる競技、スポーツスタッキング。今回は363-66-101とカップを積むサイクルスタックに挑戦します。あ、難しい。制限時間は2人で2分。あ、2人で2分。え、ってことはこれ共同作業ってことだよね。そう、仲良しチャレンジ。やばい、やばい。はい、チャンスは1人1回で、まあ、成功しなきゃダメなんでね、2人とも、はい、ということでじゃあ、それではね、頑張って頑張ろう、やってみましょう。こちらね、さっきね、収録前にね、10分ちょいね、私たちも触ったことがなかったので、ね、そうそう、初めてだからね、ちょっと練習をさせてもらったんですけど。いや、難しいよこれ。難しいよね。超難しい。ちょっとできるのかなっていう感じがするけれども、まあでもね、私がたとえ1分55秒かかったとしてもアグポンが5秒でやってくれるんで。いや、それ世界記録よ。いや、頑張っていきたいと思います。はい、頑張ろう。じゃあ私からね、行く感じで。え、のんのん頑張って。待って、ドキドキする。どうしよう、なんか。大丈夫よ。ちょっと、さっきのんのんできてたわ。世界大会の前のような緊張感。じゃあ、これ声援割りなんだもんね、途中で。そうそう。次なんだよ。アドバイスとかも全然。じゃあ、頑張って。やっていきたいと思います。ほっ、みのになっちゃん、ふん、頑張れ、ふん、頑張れ。おお、合ってるよ、合ってるよ。で、3やって、おい、おお、あ、よし、こっち持ってくる、66だね。これを6して、あ、違う、頑張れ。こう、こうで、あー難しいよね。難しい。で、の字で、の字で、トントン。え、出て、こうでしょ。で、今、あれ結構早いなと言われていますよ。ドキ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 。真ん中に置くといいって言ってもらって。頑張れ、頑張れ。で、これで乗せて、で、ガガガーだ。おー、そう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 。で、どっちか1個だ。あ、そうだ。え、待って待って。左にボボボってやる。こうだ。で、真ん中に、ボン。で、タッチ。何秒でした？皆さんに。めっちゃすごくない？ 59秒7。めっちゃでっかい声出た。え、これ練習でも出なかったよね。出なかった、全然。え、すごい。やばい。え、じゃ
私1分でできれば成功ってことですか、うん、1分1秒ある。え、ありがとう。これはいける気がするぞ。めっちゃ緊張する。これで私がめっちゃしくじったら、みんなからすごい冷ややかな目線を向けられちゃう。アグポンなら絶対できる。頑張るぞ。よし、ではお願いします。頑張ります。タッチして、あー、もうちょっと緊張する。大丈夫大丈夫。背中にはついてる。待って、ごめんごめん、失礼して、ごめんね、ごめんね。もう話したら始まっちゃうから。ごめんごめん。いきます、スタート。363だね、まず。うん、あ、これまず23やって、崩して、崩して、崩して、右やって、タン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 、タンタン、あ、間違えた間違えた間違えた。あー、ハの字、ハの字に持って真ん中に。あ、このままだ、このままだ。タンタンやって、トントンしたら、ジュージュー。あやはや言われてるけど、真ん中が大事。ちょっと待って、はい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 、やったら、これで、はい、ガガガガガガってやって、はい、ガガガガ、はい、はい、32秒、うん、775、ってことは2人で、ね、2分以内は余裕でクリアします。やったー。これは我々の特技に、え、もうこれはもう新しい特技身についちゃった？いや、アグポ30秒台だから。アグポの特技でしょ？すごい。もうこれはね、もう実力ですよね。ね、これはね、え、もうなんか皆さん見えました？何もしてないですね。なんか何も種も仕掛けもございません。ちゃんと二人がすごかったって、いや、いつもすごいですよ、何言ってもね。そんなそんないつもね、いやーね、いろいろ使ってますから。もうね、頭も使うし、手も使うし、やってますからね。いやー、もう何が来ても怖くないね。4ポイント止まったってこと？これ、じゃあこれで4ポイントになった。ちゃんと2ポイントじゃん。え、すごいよ。さっきめちゃめちゃ調子がいいですね。ねえ、もうこれは。いや、あとの2回も頑張ろうよ。いや、もう全然いける。ね、もういける。最短2回だから。ね。うん、イエーイ。はい、ということで今回は成功しました。イエーイ。やったー。以上、仲良しチャレンジでした。アグのルームラボ。お送りしてきましたアグノンルームラボ、いかがでしたでしょうか。番組では各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスはアグノンアットマークセカンドショット .jp です。各コーナーは番組ホームページに掲載していますので、ぜひ確認してみてください。また番組公式ツイッターもやってます。私たち個人のツイッターもあるので、どちらもフォローよろしくお願いします。お願いします。この番組はタイムシフト期間1週間を含め無料で視聴できます。さらにこの後23時30分からセカンドショットチャンネル会員向けのアフタートークと前回のアーカイブがお楽しみいただけます。ぜひ会員登録をよろしくお願いします。お願いします。そして、セカンドショットフェスガールズメンバーズ2020が今週土曜日に無観客配信で開催されます。イエーイ、やったー。はーい、詳しい情報は公式ホームページをご確認ください。当日はね、二人で頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで第20回はね、どうでしたか。いやーね、いやー、このノンノンのね、腕がなっちゃった。なんか本当はもっとどんがらがしちゃんってなっちゃうんじゃないかってすごい言われてたんだけどね。どんがらがしちゃんってなったことないよね、今までね。なんでな、ジェムも別に倒してなかったですね。ねえ、全然。ちょっと手が出ちゃっただけね。ねえ、もうね、謎ですね。謎ですね。ねえ、はい、ということで私たちのね、実力が、はい、今日も発揮されちゃったけれどもね、うん、しちゃったしちゃったキランキラン。それでは今回はここまで。次回の配信は2週間後7月29日水曜日23時からです。最後はアグノンじゃんけんでお別れ。今回は私です。おい、はい、じゃあ皆さん、じゃんけんの準備はいいですか？へーい。あ、すごい、へーい。はい、じゃあそれでは、いきますよ。のんのんじゃんけん、じゃんけんのん。負けたあなたは、怒ったのに、へーいから、手が下りなくなるかも。怖い。
よかった、なんないよ。せーの、バイバーイ。勝ったから降ります。えー